サンデークリニック。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合、静岡県医師信用組合の協力でお送りします。皆さんこんにちは、野地武彦です。家族一人一人が皆健康であることは何者にも変えがたいものです。健康で楽しく暮らしていきたい、そんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです。専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます。今週と来週は2週にわたって在宅医療を取り上げます。今週は在宅医療の現場でのコロナワクチン接種についてというテーマでお話しいただきます。岩田在宅医療クリニックの福本和彦先生です。福本先生、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回の収録から2年半経ったわけですけれども、はい、診療所としての変化はありましたでしょうか。ここ2年半は新型コロナウイルス感染症に大きな影響を受けました。はい、在宅医療に携わっていてコロナ禍になり、自宅で過ごすことの重要性が増したように思います。なるほど。コロナ禍の中で在宅での医療がより注目されてきたということでしょうか。そうですね。入院で療養する場合は感染症予防の観点からご家族にも会えない状況が長く続きます。はい、同じ治療ができるのであればご家族と一緒に過ごせる自宅に帰りたいという流れになったのではないかと思います。在宅医療を提供する立場としてはありがたいことに2年前よりご依頼いただく件数が増えました。従来通りのがんの終末期の患者さん、医療的ケアの入った小児の患者さん、寝たきりの高齢者の方が多いですが、病院に連れてくのが大変になった障害者施設からも訪問診療の依頼をいただく機会が増えました。なるほど、そういう事情があるわけですね。障害者の方、病院にこれまで行っていたのがなかなか、はい、コロナが流行っている中で行きにくいということで来ていただこうという選択が障害者施設から、寄せられたということですね。そういう流れになっていたかと思います。そうした状況の中、いかがでしょう、クリニックの体制としてはどんなふうに変わってきましたでしょうか。そうですね、医師の数や看護師の数、あとはそれ以外の多職種の、リハビリとかですね、そういったようないろんな職種が増えることになりました。はい、医師に関して言うと8名から15名に増えました。で、当院はもともと専門性の高い医師しか採用させていただいてないという状況だったんですけども、特にこの時期でですね、感染症の扱いを得意とする感染症専門医の先生や、はい、神経の病気や認知症を専門的に見ていただける脳神経内科医の先生、それから婦人科がんに対応していただける産婦人科の先生方が増えました。医療従事者の中でも在宅医療に関心が集まった結果だと思っています。はい、得意分野、専門分野を医師の方持ちつつ、その力を発揮する場所がですね、病院よりも在宅医療という場所ではないかと、そういうふうに考える医師が増えてきたということでしょうか。そうですね、以前に比べると例えば持っていく機器とかもですね、持ち運びができるようになったりとか、あとはいろいろ採血するにしても点滴するにしてもいろいろな道具がだいぶ進歩したっていうところもあって、はい、割と病院でできてたことが在宅の場でもできるっていう状況が伝わってきたっていう結果なんじゃないかなと思ってます。なるほど。医師としてはその在宅医療の魅力っていうんですかね、こういうことが私の力ならできるのにというのはどういうことなんでしょうか。そうですね、例えばお熱が出ている患者さんを、従来であれば病院に来ていただいて、採血をしたり、診断の中でこれは何々だから熱が出てるっていうふうな、診断をつけていくわけなんですけども、はい、それを、ご自宅で待っている方に提供することで、その患者さんにしてみれば今病院に行こうとするとですね、熱が出てるとコロナじゃないでしょうかとかいろいろなこう制限を受けてたわけなんです。病院によっては熱が出てるだけで診療をお断りみたいな時期もありましたので、そういったところで、在宅医療ではある程度防御策も十分していくわけなんですが、はい、行った先でこれはコロナじゃなくてもともとの病気ですっていうことを、
その診断するっていうことも医師にとってはですね、非常にこうやりがいを持てると言いますか、患者さんへのまあ感謝も非常に大きく受けることもできますので、はい、やりがいという意味では魅力につながってたんじゃないかなというふうに感じてます。なるほど。さて、岩田での、まあ、在宅医療における新型コロナウイルス感染というのはどんな状況だったでしょうか。我々のところはですね、幸いなことにですね、病院への入院、ホテルへの案内というのが比較的スムーズに行われていましたので、はい、まあ、都会ではですね、あのニュースで酸素濃縮器の不足とか搬送先が決まらないというような状況というのが報道されたかと思うんですが、そうですね、幸いなことに岩田市ではそういった状況にはなかったです、はい、でご家族から新型コロナウイルス、まあ、感染してしまった患者さんというのがまあ出てきたわけなんですが、うん、まあ、その方を引き続き自宅療養のサポートということをまあ業務としてさせていただいたんですが、はい、まあ、それが数件あったくらいで終わっているという状況です、うん、まあ、ワクチンの予防効果もある程度あったかと思いますし、ウイルスを家庭に持ち込まないための水際対策というのも皆さんの努力があったかと思います、はい、ワクチンという言葉が出てきました。在宅医療の現場でワクチン接種を行ったということですね、はい、自宅で行うそのコロナワクチン接種というのは通常の、まあ、例えば職場であるとか、ショッピングセンターでも展開されたことがありました、うん、 そうですね、そういう通常の集団接種とはどのような点が違いますか。まあ、ワクチンの種類や方法については基本的には集団接種と同じものを使用できますので大きな変わりはないんですけれども、はい、最大の違いはワクチンを接種される患者さんがそれぞれのご自宅にいますので、接種後の15分から30分の観察期間が別々に設定する必要があることだと思ってます。別々にというのはどういうことでしょうか。つまり集団接種の場合は打たれた後に15分間観察をしているというふうな場所を同じ空間の中でこう持てるもんですから、はいはい、接種して15分後に解散するということで、実際接種のしてたり観察したりっていうのがこう重なった状態でできるといいますか、はい、それが場所が打つ場所がそもそも違うもんですから、15分間観察し終えてないと次の場所に移れないっていう、まあ、そういうような状況が別々にしなきゃいけないということです。あ、なるほど、ということはワクチンの準備から、うん、あるいは問診という作業もありますね、はいはいはい、そして接種をする、接種後の観察15分かかる、うん、どのような役割分担で、はい、そちらではなさったんでしょうか。そうですね、関わった職種としては医療事務、薬剤師、医師、看護師と、まあ、当院で往診をサポートしてくれる職種があって、往診アシスタントと言ってますが、はい、そういった職種のものが対応しております。行政から割り当てていただいたワクチンの搬入やワクチン接種の登録は医療事務の方で行いました。ワクチンを注射器に詰める作業は菌の混入が少ない状態で行えるクリーンベンチという機械が、まあ、クリニック内にありますので、はい、その中で薬剤師が実施しました。で、医師は特に接種前の問診を担当して、まあ、何か救急対応があった場合にはこちらで対応するっていうところで、実際の接種とその後の観察は看護師で行いました、はい、で、看護師チームを2チーム作りまして、医師のチームと合わせて3台の往診車を使って患者さんのご自宅に順繰りに回っていくみたいな、そういう形でやっておりました。往診車が3台あって、医師1チーム、看護師2チーム、これをどのように回していくわけですか。はい、まあ、仮にですね、まあ、ドクターチーム1チームあって、看護師チームが仮に A チーム、B チームという2つのチームがあったとしますと、はい、まあ、ドクターチーム目線でいくと、A チームの患者さんを見たら B チームの患者さんを見てっていうふうに交互に回っていくようにしてきます。患者さん目線で言いますと、まず医師が問診に来ます。はい、その次に看護師が来て、接種をして、15分観察して終了になるっていう、その流れなんですけども、まあ、A チーム、仮に A チームの看護師が15分観察している間に、医師はもうすでに次の B チームの患者さんの問診に向かうというふうにしてきますと、はい、まあ、15分観察は看護師を残し、うん、次の B チームの、患者さんの方向に向かうことができまして、はい、そこでもうすでに B チームの準備が待っているというふうになると、結果的に観察期間が、まあ、重なり合うといいますか、はい、効率よく回れるようになるということを考えておりました。うん、で、まあ、こういったルート設定なんかもですね、普段往診ルートっていうのを僕ら決めてるんですが、まあ、患者さんのご自宅の状況がよく分かっている往診アシスタントっていうところが計画したもんですから、スムースに終えることができました。まあ、とはいえその接種しながらですね、普段の訪問診療も行っているわけでして、あ、はい、で、まあ、今回、まあ、第1回第2回でいうと3週間ごとに、まあ、接種をしていく
間隔が決まっておりますし、まあ、なので、まあ、1バイアル7名打てるとして2バイアル14名ずつをやっていくみたいな感じで、まあ、集団接種に比べるとすごくゆっくりしたペースで実施していたことになります。はい、ただご自宅にある自分のベッドで全ての処置が完結することがこのやり方のメリットなので、まあ、対象になった方というのは本当に自宅で自力で会場にもう移動できない方が中心ですし、そういう方というのは重い病気を持っていまして、コロナウイルスが特に重症化しやすい方々でもあります。まあ、そういった対象群の中ではこのようなあのワクチンを地道にゆっくりでもいいから確実にやっていくっていうことは意義が大きかったんじゃないかなというふうに考えてます。そうですね。はい、オミクロン株になってからまたさらにその感染は拡大広がりを見せたわけで、そういう意味ではご家庭にいつそのコロナウイルスが入ってきてもおかしくないような状況になりました。そういう中でほぼ家庭で暮らしていらっしゃる、寝たきりに近いような方々にワクチンを打つという意義がこれは大きかったでしょうね。そのように感じてます。さあ、移動が病院に来るというようなことが大変な方を重点的に接種をしていたということですが、それは本当に患者さんにとって助かったことだと思います。そして自宅で療養している方だけではなく障害者施設の対応もしているというふうに伺いましたが、障害者施設の方にはどのように対応されたんでしょうか。そうですね、障害者施設というのは主に、まあ、知的障害や精神発達自体をお持ちの方が暮らしています。はい、まあ、集団接種や、まあ、医療機関に受診するとなると、そういう方々はどうしても慣れない環境にこうお邪魔するような状況になりますので、いつもと違う環境に興奮してしまって、スムースにワクチン接種が進まないという声を伺っておりました。はい、そこで保護者の方と一緒に受けていただくことにして、まあ、その施設に我々がまあお邪魔してですね、でワクチン接種を行うようにしました。はい、でその場合も、まあ、あっちへこっちへ、まあ、集団接種やったことはある方いると思いますけど、こうあの会場の中をぐるぐるこう順路を回っていくような状況になりますが、そういったところになるとやっぱり途中で足が止まったりとかですね、ちょっと気が散ってしまって他の場所に行ったりみたいなことがありますので、なるべく移動がないように工夫をしたわけです。その座っているままで問診接種、はい、接種後の観察が行えるようにしました。はいはい、で具体的にはですね、保護者とペアになっていただいて、縦一列でずっと並んどいてもらうんです。で、はい、その脇のところを我々がそれぞれ必要なものを持って順繰りに回っていく。まあ、医師が行って問診をして、看護師が注射をして、まあ、事務がその事務処理を後で行くみたいな、そんな感じでやっていくとですね、はい、まあ、移動しないことと、あとは親御さんがやっぱそばにいるということで、まあ、ほとんど興奮しないで、まあ、スムースな接種が可能だったっていうことがありました。はい、でそのことで当然ながらその1日で2回接種してしまうような、そういうミスも防げたということですね。はい、そうですよね。そうですね、まあ、全部お母さんがちゃんとチェック、お父さんお母さんが横にいますので、ちゃんと打ったなということもちゃんと伝わりますのでね。はい、まあ、そういったトラブル回避という意味でも良かったかなと思います。さあ、今お仕事のほとんどが、まあ、在宅医療ということかと思いますが、先生が考える感染症対策、何が重要だと思われますか。実はですね、もともと新型コロナウイルス流行前から在宅医療の現場では医療者がウイルスを持ち込まないようにということで、マスクを着用を義務付けていたり、はい、診察前後の手洗いというのを行ってたわけなんですね。いい、で、まあ、幸いそういったこともあって、ウイルスを医療者が患者さんに移しちゃったとか、患者さんからもらっちゃったという経験はほぼしてないような状況でした。で、まあ、これまでもってことですね。これまでもそうだったんです。うん、で、そうすると、まあ、患者さんもすでにステイホームしてて、そういうどこかに 出歩くような人じゃないもんですから、はい、もうそのやり方でやればすでに、まあ、感染症に関しては比較的安全だろうということが、まあ、実証されてたような状況だったんです、もともと。なるほど、はい、よくわかります。でそれに加えて、まあ、インフルエンザそれでもやっぱり流行してた時期なんかでも、事前にやっぱり積極的にやっぱりあのワクチンをですね接種するようにしてましたし、はい、もし仮に熱が出たとしても、今その場でインフルエンザ抗原キットっていうので、まあ、評価ができたもんですから、はい、陽性だったらもうすぐにその場で治療するみたいな状況で往診者に配備してあって、熱が流行期の場合にはそのような対応してたので、まあ、重症化する症例、まあ、ご家族からもらっちゃって重症化する症例もないわけじゃなかったんですが、まあ、大体数年に1例ぐらいの頻度ということで、はい、まあ、よくあの老人施設様なんかだとどうしても大流行したり、まあ、今コロナでもそうですけども、そういうふうなのから比べると個別でやっぱりステイホームしてるっていう状況の場合は、はい、
まあ、だいぶその流行が抑えられてたなっていうふうなのもありますし、はい、まあ、今回のこの新型コロナウイルスに関してもですね、マスクや手洗いの重要性、それから家庭内感染の予防が重要であることが再認識できたんじゃないかなと思ってます、はい、で今回特にですね、まあ、政府からもそういうお達しがあったかと思うんですけども、流行地からお見舞いに来る患者さんに熱がある場合には帰省をご遠慮いただくとかですね、はい、コロナ感染がないかのこう県境をまたぐときにはチェックをするとか、そういったようなことも一応当院で関わる患者様にはお願い、まあ、ご家族、主にご家族ですがお願いをしていた時期もありまして、うん、そういった地道な対策がやっぱり重要だったんじゃないかなというふうに考えています。それぞれのお宅を訪問する際に防護服をつける場合というのもあったんですか？はい、明らかに感染が疑われる場合とか濃厚接触者の場合は、うん、申し訳ないですが防護服は着るようにして対応していましたが、はい、基本的には、フェイスシールド、まあ、やるかやらないかぐらいでと、あとはマスクと、まあ、普通 の、 その手洗いみたいなやつで、うん、ほぼかからないようになったと思います。なるほど、はい、まあ、在宅医療の現場ということはそれぞれが個別にお宅にいらっしゃるわけですから、そうですね、まあ、基本的にクラスターとは無縁のところで生活していらっしゃる方々ということですね。そうですね、そういうことです。基本的にはそういうところなんで、我々がとにかく、まあ、移してしまわないように移らないようにということで、はい、まあ、職員に対してはもちろん毎朝検温をチェックさしたりとかですね、体調が悪い場合には来ないようにするとか、はい、まあ、そのいろんな対策はしていたわけなんですけども、うん、お家の方に関して診療に関してはそのような感じで、過度に防護服を着てですねお家に行くとですね、あのうちはなんかコロナ出たんじゃないかとかですね、いろんなこう街の噂になっちゃったりしちゃうといけないもんですから、はい、極力、まあ、そういう必要がある場合でも玄関の入った後に着させていただいたりとか、まあ、そういったような感じで工夫をしておりました。なるほど、確かにそうですね、在宅医療で配慮しなければならないのは近所の目というのは確かにありますね。そうですね、うん、では最後に在宅医療について福本先生、今日お聞きのリスナーにメッセージをどうぞ。今日このようなお話する機会を与えていただき本当にありがとうございます。今ですね、在宅医療でできることっていうのはどんどん増えています。コロナ禍で特にこの自宅で過ごす幸せが再認識できた部分も多いかと思います。ワクチン接種やうがい手洗いなど自分たちができる対策もしっかりして健康に過ごしていただければと思っています。また状況は刻一刻と変化していきます。情報の出どころやその根拠を自分で確認する習慣を身につけるってことも重要じゃないかなというふうに思っています。穏やかな気持ちで過ごしていただきたいなと思います。今日はありがとうございました。在宅医療でその先生がそれぞれのお宅を訪問するその時にこういう情報を得てるんだけれども、これは本当でしょうか、どうなんでしょうか、先生どう思いますかというような質問にもお答えいただいているものなんでしょうか。そうですね、やっぱりいろんなマスコミさんで流れている情報、まあ、結構その正しいこともあれば、それを誤解して、理解しているというか、そういう方も、あとはネットの情報なんかはかなりいろいろあるものですから、その正しくない場合もあるものですから、はい、その辺を、まあ、我々が得ている情報の中で整理をして、まあ、あれはこういう意味でこういう意味ではないんですみたいな、そういうようなご質問と、まあ、我々の、まあ、考えていることを話すみたいな機会はやっぱり多かったかなと思います、はい、今日は岩田在宅医療クリニックの福本和彦先生に在宅医療の現場でのコロナワクチン接種についてというテーマでお話しいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。来週の放送でも引き続き福本先生に医療機関が取り組む訪問入浴についてお話しいただきます。皆さんからの相談ごと、また取り上げてほしいテーマをはがき、封書、ファックスで番組宛にお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 422-8680 SBS ラジオサンデークリニックの係、ファックスは054-287-5555 054-287-5555、 E メールはクリニックアットマーク digisbs.com です。 E メールは clinic@digisbs.com です。番組のホームページはSBS のホームページの SBS ラジオの欄からこの番組サンデークリニックをクリックしてください。ご相談もそこから送信していただけます。
相談には必ず連絡先をお書き添えくださいね。匿名希望の場合はその旨お知らせください。どんなことでも結構ですので、症状や不安なことなどできるだけ詳しくお書きいただければと思います。皆さんからの健康に関するご質問ご相談をお待ちしています。これまでの放送についてはインターネット YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができます。お相手は野地武彦でした。この番組は静岡県医師会、静岡県医師協同組合、静岡県医師信用組合の協力でお送りしました。